コルト M1877 はコルトパテントファイアーアームズ社で製造されたダブルアクションディボルバー。1877年1月から1909年まで合計166,849丁が製造された。合計により3つのバリエーションがあり、32ロングコルト弾を使用するモデルにはレインメーカー同様に、38ロングコルト弾ではライトニング、 41ロングコルト弾ではサンダラーという非公式な名称があった。相談数はいずれも6発で、32ロングコルト弾を使用する初期モデルは1877年に発売された。M1877 はコルトシングルアクションアーミーの開発者の一人であるウィリアム・メイソンによって設計され、コルトがダブルアクションリボルバーを製造する最初の試みであった。 M1877 はアメリカ製のカートリッジ式ダブルアクションリボルバーの最初の成功作であった。M1877 は基本的にニッケルメッキかガンブルー処理された2つの仕上げで出荷された。重心長は2.5インチから7.5インチまでイジェクターロットとハージングの有無にかかわらず利用可能だった。イジェクターロットなしの短い重心のバージョンは シャップキーパー S スペシャルズとして販売された。ライトニングもサンダラーもコルトが付けた名称ではなく、工場で使用されていたものでもない。これらの名前は、コルトの主要な販売業者の一人であるベンジャミン、キットレッジによって作られた。キットレッジは、シングルアクションアーミーのピースメーカー、コルト M1878 ダブルアクションディボルバーのオムニポテントなど、 ニューラインモデルの様々な通称に関わっている。M1877 の初期のダブルアクション機構は複雑で繊細なために壊れやすいことが判明した。このデザインは故障に定評があり、ガンスミスのお気に入りというニックネームを得た。その複雑なデザインと修理の難しさから現在でもガンスミスには嫌われている。ガンダイジェスト誌では 史上最悪のダブルアクショントリガー機構と評された。一般的にトリガースプリングが故障するとリボルバーは単発のみになってしまう。M1877 は外見的にはシングルアクションアーミーによく似ているが寸法はわずかに短く厚みは薄くなっている。グリップは初期のものはチェッカリングの入ったローズウッド、後のものは硬質ラバーとなった。 ライトニングは、ビクトリア朝時代のイギリスマンチェスターの有名な探偵であり、当時の指導のトップであったゼローム・カミナーだが、個人的に愛用していた。西部開拓時代の無法者、ジョン・ウェズリー・ハーディンは、M1877 のライトニングとサンダラーの両方を頻繁に使用していた。同様に、サンダラーは、ビリー・ザ・キッドが愛用していた銃で、1881年に、 パッドギャレットに殺された時にも使用していた。また、ドクホリデイは、ニッケルメッキのサンダラーを、ニッケルメッキのコルト M1873 と共に、腰に刺していたことでも知られる。どちらもアイボリー、またはパールのグリップを持っていた。ありがとうございます。